犯人がナイフでぶっ刺しやがったんだな。クソが、えげつねえことしやがれ。凶器って、きっと田隠れ君の夜中に刺さっですよ。しまった。凶器ってきっと田隠れ君の夜中に刺さっていた刃物ですよね。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフを刺しまったんだな。しまった。凶器ってきっと田隠れ君の夜中に刺さっていた刃物ですよね。間違いない、あれが凶器だ。しまった。凶器ってきっと田隠れ君の夜中に刺さっていた刃物ですよね。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺したんだな。凶器ってきっと田隠れ君のお腹に刺さっていた刃物ですよね。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺した。それは違うよ。いや、あの刃物はナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。あ？包丁だ？厨房にあった包丁が事件後に一本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということか。ああ、確かにそうかもしんねえな。あいつの腹に刺さってた刃物をよく見ると包丁だな、こりゃ。凶器が包丁っつうのは分かったけどさ、だからどうしたっての？つうかさ、結局のところ苗木が犯人なんだろ？そうよ。現場は苗木の部屋だったのよ。これ以上の根拠はないじゃない。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。出ないと学級裁判の意味がないわ。けどこれ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねえって。そんなことわからないじゃないですか。苗木くんが犯人って決まったわけじゃないですし。だからもう少し話し合ってみましょうよ。基本僕は二次元限定なのですが。超高校級のアイドルに拝み倒されるとは、なんたるレアな体験。でも前園ちゃんがそう言うなら話し合ってみてもいいかな、なんて。まったく呆れてしまいますわね。どうせ苗木が犯人に決まってるわよ。厨房から包丁を持ち出したのも苗木なのよ。どうなの苗木。どうなのも何も。あ、おめえ噛んだな。そういうのって怪しいんだぞ。マジで噛むと怪しいの。だから僕は。あ、また噛みやがった。これで決まりだ。やっぱおめえが犯人だ。ちょっと待ってよ、僕は包丁なんて持ち出してないって。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。こんな口先野郎が。苗木くん。
もうおめえが犯人で決定なんだからな。これで証明するよ。僕は包丁なんて持ち出してないんだ。だから言ってんだろ、口だけなら何とでも言えるって。じゃあ証人がいるとしたら。ねえ朝比奈さん。え？だって朝比奈さんは言ってたよね。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなったんだよね。うん、そうだよ。その間僕は食堂に来た。来なかったと思う。思う？うん、苗木は来なかったよ、絶対に。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなった。だけどその間僕は食堂には行ってない。つまり僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だから僕は犯人なんかじゃないんだ。そうですよ、証人がいるんですから間違いないですよ。だったら包丁を持ち出したのって誰なのかな。食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。違う、私じゃないって。それを証明する人物はいるのですかな。我だ。我と朝比奈はずっと一緒に食堂で茶を飲んでいたのだ。どちらかが包丁を持ち出していれば必ずどちらかに目撃されていたはずだぞ。健全だ。不純異性交際だぞ。男女二人きりのお茶など許されん。おめえ、マジで言ってんのか。当然だ。学生の本分は勉強なのだ。異性とお茶を飲むことなどではない。我は女だが。失礼した。ですが食堂にいたあなた方でもないとなると、もう。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだろう、朝比奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。なぜそれを先に言わん。だって、もうここにいない人だから。
食堂に来たのって葉隠君？うん、そうなんだよ。じゃあ厨房から包丁持ち出したのって被害者の葉隠君自身？そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だった。食堂に来るなり、あいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時に。けどよ、どうしてあいつは包丁なんか。護身用にと思ったのかもしれませんね。じゃあ葉隠君は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われちゃって、それで殺されちゃったんだね。では包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。ほら見なさい、やっぱり苗木が犯人なんじゃない？だから違うんだって。そうやって議論をねじ曲げ、一度を間違った方へと誘導してるのか。うぬぬ、恐ろしいスキルの持ち主よ。待って、苗木君を犯人だと決めつけるのはまだ早いんじゃないかしら。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。その行動の謎を解明しない限り、彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえない行動？なんだそりゃ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。苗木君、ここまで言えばわかるわね。ここまでだよ。それ以上はさせないよ。だってこれって体験版なんだもん。ご入学を心よりお待ちしてますよ。